はい、皆さん、いつもタスクゴルフをご視聴いただきまして大変ありがとうございます。今回はですね、ニューヨークから友人といいますかクラブフィットの専門家であり、はい、当人も PGA のです、ね、ツアープレイヤーというですね、驚異的な人がですね日本に来てですねちょっと話をしましたの で、でそれをちょっと皆さんにシェアしたいと思います。はい、今日はですねちょっとジェイコブ3についてのおさらいをしたいと思うんですけど、まず基本的にこれまでの動画にもありますけども、うん、基本ボールが飛んでいくのはヘッドとボールがコンタクトすることだと、はい、でそこにはいろんなことがあるわけですね。そのボールの素材がどうなのか、ヘッドの素材がどうなのか、そのヘッドとの摩擦熱はどうなのかとか、どれだけボールがせり上がるのかとか、でそれしてどれだけクラブに慣性モーメントがあるのかとか、でさらに反発係数とかいろいろあるわけですよ。でボールのフライトとそのボールのどういうふうに曲がっていくかとか、そういうことっていうのは要するにディープレーンとか、そういうそのまあ新飛球線理論とかですね、そのようなところでまあ決まってきますよということですね。ただ厳然たる事実というのはボールが飛んでいくのはヘッドがコンタクトするからってことですよね。でそしてそのヘッドがボールに向かっていくってことは、このグリップのところにどういうふうにエネルギーが与えられているかっていうのは全てなわけです、はい、でこれはクラブと人がつながっているのはグリップでしかないからです、うんうん、じゃあ正しいグリップエネルギーっていうのは何なのかっていうことを考えるときに、この偏重心の物理系ということをしっかりと把握しなさいよと、うんうんいうことですね。なのでこの偏重心の物理系をどういうふうに扱うことが一番効率的なのか、そこではこのゴルフクラブの設計コンセプトというのがあって、これは何度もこの配信でお伝えしますけれども、この重心をコントロールして引っ張って引っ張って第一加速、そしてそれからの縦ベクトルエネルギーから横ベクトルエネルギー変換というのは基本的にはゴルフクラブがやるものとして設計されているの でそれをちゃんと向き合ってゴルフクラブに対するこのエネルギーをグリップに与えるとどうするかと、はい、そのグリップエネルギーの与え方というのは基本的にこの3次元の空間で考えると3種類の直線運動、はい、こういうものこういうものこういうものですね、と3種類の回転運動、これこれこれですね、これそれぞれアルファベータガンマネガティブポジティブという言葉の組み合わせでやるんです。この6種類のプレイヤーが与えるクラブエネルギーに対して、実は直線運動をかけるとグリップポイントをかけるとどうしてもクラブが回転してしまうというローテーションファクターですね。これが3種類あるわけですよ。だこれの掛け算でクラブの挙動っていうのは決まっていくのですね。なので直線運動をもしクラブをここのボールに当てようとして、そしてグリップに直線運動をかけるということを例えばしますよね。そうするとローテーションしてクラブは回転するわけじゃないですか。でもここのボールを当てなきゃいけないとしたら、当然このようなトルクをかけていかなきゃいけない。これがマッチアップですね。でマッチアップにもエネルギーが必要になってくるということなんですよ。でそれの掛け算掛け算で最終的に最小の体に対する負荷値でゴルフクラブを扱いましょうというあたりのですね最適化を図っているのが、はい、ジェイコブ 3D ということになります、うん、ですから、まあ、この考え方の延長線上でゴルフのスイングのフォルムというのはあくまでもグリップエネルギーを与えて、うん、その間にそれぞれの特徴のある身体がバランスをとって反応した結果の姿が、はい、まあ、スイングだということですね、はい、でこれって実際、まあ、日本の今までのゴルフ教育とちょっとだいぶ違うんですよ、視点が、うん、まあ、どちらかというと日本のゴルフ教育というのは正しいグリップを覚えましょう、正しいアドレスを覚えましょう、そして腰を何度回転させましょう、そして体を捻転させましょう、トップはここの位置です、でダウンに入ったらっていうようなですね、比較的形をこうなぞるような、うん、ですからよく雑誌の連続スイングとかの一流のプロのスイングをこう一生懸命こうなぞるような形の、うん、まあ、なんとなくそういうイメージあるじゃないですか、はい、うん、でこういうそのちょっと考え方とはだいぶ違うんですね、うん、であくまでもゴルフクラブを主体として、ヘッドの棒のコンタクトからクラブ、うん、そしてグリップエネルギー、
あとはどっちかっていうと知らねえよっていう、要するにだってこっちは体は千差万別だから、うん、そこには正しいバイメカ上の指導があるよねっていうところなんですよ、うんうんうん、ただ大概ある程度 の, そのフィジカルの持ち主であれば、はい、大体皆さん同じようなスイングになるんですけども、うんうん、ここはあくまでもこのグリップエネルギー主体に考えてるんですね、うん、でこれがいわゆるキネティクスっていう世界です、うんうん、これもあの過去動画にありますけど、うん、このグリップエネルギーをを主体に考えていくっていうのはキネティクスっていう世界なんですけども、うん、一方で外観を主体に考えていくっていうのはキネマティクスっていう世界ですね、はい、でJCO3D っていうのは基本的には外観、キネマティックスっていうのはプレイヤーがそのコピーするように目指しても意味がないっていう考えるわけです。このあくまでもエネルギーをグリップに与えた結果がいわゆるキネマティックスに過ぎないというような立場ということですね。はい、ちょっとですね、ゆうちゃんにですね、あのちょっとした実演してもらえると思います。はい、じゃあとりあえずあのアドレス取ってもらって、それをこの辺とか一切動かさないで、はい、ただ引っ張って引っ張ってって、そのスイングメンターをその使う時のように引っ張って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 って、どんどんスイングを大きくしてもらっていい？引っ張って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 っていう、その段階でも結局はですね、このような形で腰は旋回していくわけですね。これは人間が体のバランスを取ってるってことです、はい、で振り子運動をする時のために体のバランスを取ってるってことですね。実際ここを完全にロックしては引っ張れないでしょ、うん、難しいですね。難しいですね、はい、結局そういうことなんですよ。なので本当に引っ張って引っ張ってやれば、この体の方はですね、反応して動いてるだけですね、うん、で結局だから最終的には引っ張り続ける中で体がバランス取って、結局は床反力も何も足が踏めるところに来るっていうことなんですね、うん、なのでこれを逆に、じゃあ今じゃあこういうスイングが正しいとしてですよ、っていうことは腰が多分15度ぐらいこうひねられてるわけじゃないですか、うん、でそうやってスイングしてみて、ね、腰を15度ってできないでしょこれで超腰回っちゃってるじゃん、はい、で結局無理なんですよ、うん、で自分でじゃあ腰を何度切るのがいいのかとか、そのようなものっていうのはあんまり関係ないっていう話ですよね、うんうん、はい、なのでそれちょっとボール打ってもらいましょうか。はい、はい、引っ張ってただ単にもうこれは普通に打ってもらっていいんですけど、はい、ただもう本当に引っ張って引っ張り戻すだけ、はい、まあ、何も体の意識持たずに、はい、はい、そうですね、もう一球引っ張って引っ張る、もう体の意識一切なくて、はい、引っ張って、はい、ちょっとアフったけど、結局はこれが外見のソフォルムとしては腰が旋回してるっていうことになるじゃないですか、はい、やっぱりそういうふうに捉えていただきたいですね、はい、うん、でもあの JCO3D というのはゴルフクラブサイトの方からのエンジニアリングというような、まあ、ご説明したんですけども、はい、まさに、それがあの僕はですねゴルフの研究をして、最終的に奇跡的にもプロの試験を受かったっていうですねあたりではですね、実際はこのクラブですね、はい、マッスルバックアイアン で重いスティールのシャフトを使って、はい、まあ、それはそれで楽しいゴルフをしてたんですよ、うんうんうん、ただ、まあ、プロテストを受けるという段階になって、はい、もともとね変わるつもりなんかなかったですよ、ただ恥ずかしいラウンドしたくないし、うんうん、で他に受けてる方いらっしゃるから、うん、その人たちにとにかく迷惑かけるような、うんうん、あのラウンドしたくなかったんですね、はい、で、まあ、国際資格だったんで、はい、基本的にはすごい難しいところでやるわけですよ、はい、まあ、全世界で同じ難易度でやるっていうことで、日本は距離が足らない分だけすごいこんなところでやるわけですよ、うん、っていうことはそういう中でもう全くその時に使ってたオーバースペックだったと思うんですけど、うんうんうん、そのクラブが全く自分としてはもう全然自信がなくて、とにかく迷惑かけたくないということで、もう試験の前にね、はい、2週間前にですね、はい、その 3D スイングメンターを設計していただいた方のところに泣きついて、世界一簡単なクラブ作ってくださいって言って、はい、で本当にあの試験会場でペラペラこうめくりながら初めて打つみたいな、でなんとギリギリだったんですけど合格しちゃったっていうあたりも、これも結局はクラブだったってことなんですね、でそこですごく腹が落ちたっていうことなんですよ。ということで、そのクラブフィッティング、ね、クラブを作っていく、正しいクラブを持つっていうことは
もうむちゃむちゃ大切で、それは JCOB3D の指導の中でもですね、非常に強調されるところなんですけど、ということでですね、この今回はですね、その JCOB3D のまあ僕の師匠さんでもあるそのマイケル・ジェイコブスとも友人であり、で実際マイケル・ジェイコブスのクラブもマイケル・ジェイコブスの指導しているプロたちのクラブなんかも見ていると、さらにこの前コラボ動画させていただいた宮崎大輝さんも深く関わってらっしゃって、はい、まあ、彼 の, そのクラブフィッティングを受けているというですね、カーク・オグリというですね、はい、方がいらっしゃいますの で, でそちらとですね、実はあの食事したんですよ。お食事して、まあ、奥さんと一緒にいらっしゃって、その4人で食事にしたんですけど、であとはですね、3スイングメンターを設計していただいた方ですよ、はい、で4人 でその時のです、ね、動画がありまして、はい、実はすごい話で、ちょっと YouTube で上げられない内容ばっかりだったんですけど、その中の一部ちょっとご紹介できるあの部分があって、これすごく参考になりますので、あのすいません、これあの夕食 の焼き鳥屋さんでですね、周りすっごいうるさいんですよ。だからその音声関係がすごく聞きづらいと思いますけども、それは本当あのご勘弁いただいて、ただこれ非常にあの参考になりますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。カーク・オグリさんなんですけど、まあ、友人なんですけど、はい、実はあの名古屋生まれのアメリカ人ということで、奥さんは日本人の方で、今ニューヨークに在住されているということで、ニューヨークのですね、メット PGA という、メトロポロティアン PGA というそのツアーがあるんですけど、そちらで の歴史としたツアープロで今でもずっと出ていらっしゃいますということで、PGA のプレイヤーですよね。でさらにレッスンもされていて、でさらに2016年のメット PGA ティーチャーオブザイヤーということで、また2016年のジル・マクナリーアワードっていうのも取られてるんですね。だからすごい著名なあのレッスンプロでもあり、さらにクラブフィッターでもあるということ でしかもそのコブラのですね、ブランドアンバサダーもされてるんですね。でもうバリバリ そのクラブの研究家、エクイプメントスペシャリストということでですね、で彼のゴルフフィッティングで、クラブをフィッティングされてる人が多くてですね、実は彼の所属しているショップっていうのはニューヨークで一番ゴルフクラブを販売しているとショップということで、まあまあな大物です。すごい結構有名な方ですね。でその方とちょっと食事をしたので、ちょっと内容を見てください。ニューヨークから の PGA プロカーク・オグリです。でカークさんはあの USPGA でなんとツアープロ参戦しながら、あとクラブフィッターですよね。エクイプメントの、どっちかといったら、うん、僕の考えはもしレッスンとやっぱりコーチングとクラブフィッティングとかいつもね一緒にしてるんですよ。なんでっていうと、いつでも教えるときは一番最初に考えることは、ボールの飛び方ってクラブの動きでボールが飛んでるから、どういうふうにクラブが動いてるかを最初に言いたいんです ね。だからその道具ってすごく大切ということなんですよ。だから誰でも最初見てどういうクラブ使ってるか、どういうふうにクラブがボールに当たってどういうふうにボールが飛んでるかを反対にいつもするんですよ。なるほどなるほど。その英語で言ったらブラッセンジュニアで、体からクラブからボールじゃなくて最初はボール、ボールの次クラブ、クラブの後から、いつもそういうふうに考えてるんですよ。なるほどなるほど。メトロポリティタンエリアのレッスンオブザイヤーも取られたり、レッスンもされてるわけでしょ。そうです。あれはあの2016年。あ、2016年、はい。そうです。そうですよね。だからレッスンとクラフィッティングをマリアージュさせるということですよね。そうです。そう。だから何年前かな、多分10年ぐらい前にどういうふうに自分もそういうふうにみんなからなれるっていう話で、やっぱしね、スペシャリティがなきゃそういうふうにね、みんなと同じことやってるよりは、やっぱし本当に何が一番狙いつきで、あのスペシャリティを探してそれでも行きなさいっていうふうに言われた。もうずっと前からね、僕はね、もう本当に若い頃からね、道具が何でも大好きだったんですよ。スポーツでも音楽でも何でも、もう前も若い子になってギターとか弾いてる時も、ギターをもう全部もうバラバラにしちゃって、自分で組み合わせて、でこれやったらどうなるかっていつもね前から考えてるんですよ。ギターも自分で作るのも好きで、でその後ゴルフに入った時に、なんでこういう道具こういうかとか自分でなってきたんですよね。道具がね手に入ったら一番最初はどうやってそれをバラバラにするか、
どういうふうに作ってるだったらこういうふうだったら、ね、どういうふうに壊すか、なんでこういうふうに作ってるかと、なんかこの中に穴開けた時に、うん、こういうのが入ったら、あ、なんだ、粉とかが出てきてね、ああそうか、粉とかを入れてそれをやっぱり中に入れて音を変える、経験して、はい、先ほど申し上げましたけど、焼き鳥屋さんの音声で非常にあの音声としては悪いので大変申し訳ないんですけど、ちょっと我慢していただいて聞いていただきたいんですけれども、まずカークのですね、自分が何してるかって話の中で、まあ、彼のクラウドフィッティングとコーチングですね、彼一緒に やられてる人って未だにあんまり多くないんですよ、はい、その基本的な考え方とか、あとさらにコブラのアンバサダーなわけですから、うんうんうん、そのコブラとはどういう会社なのかとか、うん、でそのあたりですね、彼がですね、まあ、自己紹介チックな感じでですね、うんうんうん、ちょっと話してもらってるんで、まあ、これちょっと出せないところもいっぱいあるんで、ちょっとそのつながりは悪いかもしれませんけども、ちょっとご覧ください。カークさんは現場にいらっしゃる方ですからね、レッスンもされてて、 でもレッスンしてフィッターやってってあんまりいないんですか、今アメリカでもいない、増えてきてます、どうだろうね、なんで言うと昔はいつもなんかレッスンプロレッスンプロ、うん、フィッターはフィッター、うん、けど本当に思うとね、私フィッターってプロになるのって難しいと思うんですよね、うん、はい、道具を売ろうとしてやってるけど、うん、ゴルフスイングとかのことと、もうちょっとはゴルフが上手か分かんないから、うん、その方は難しいけど、ゴルフプロで道具のことが本当にね、うん、しっかり分かっている人の方がバリューがあるから、なるほど、そっちの方向に行ったんですよ。だから今の時代だったらその方がだんだんと増えてきてます、うんうんうん、ゴルフプロで体のこと分かってるとか、うんうん、道具のこと分かってるとか、その方が足してだんだんとアメリカの方は上手になってきました、うんうん、でも今ツアープロまでやられてるってね、ゴルフ大好きだもんな、でそれでってことは元々からそのツアープロだったわけじゃないですか、ってことはもちろんそっち目指してツアープロを目指されていて、でそれからまあ後でそのクラブのことを勉強していたってことですか、よりはね、もう最初からね道具が大好きだった。あ、そうなんだ、もう何かこうはならない、でも何でも若い頃から音楽もねギターが大好きで、ギターのその作りとかも大好きでね調べてて、でゴルフも初めてもうクラブのことが大好きで道具が大好きだったんですよ、多分ね道具のことあんまり気にしないでそのままゴルフやってる方がね多分ね上手だったんですよ。そうなんだ、言えますね、このゴルフのレベルになってから分かってるのはどれくらいやっぱりいいものがあると思ってるけど、いつもなんか戻りますね、やっぱり自分に合ってるものってあるから、どれくらいね変えようとしても、なんか研究家でありプロゴルファーでありフィッターであり、しかも全部超一流なんで、こんなのいないよ今だって。コブラの、まあ、アドバイザー、アドバイザーじゃなくて何ですか、コブラのブランドインバスラーって言ってスタンプ、ブランドアンバスラー、はい、もうその中でやっぱし R&D のチームの中には、うん、はい、中に入ってる、じゃあその、まあ、コブラの新しいモデルの設計コンセプトとか そのあたりも関わられるんですか、はい、はい、あ、連絡はねしょっちゅうありますね、すごいですね、その次の今はもう2024年の話も始めてますから、2023年も決まってますし、だから2024年のコンセプトとかどういうふうになれてて、こっちはフィッティングもしてるから、そのコブラだけの話違いでね、やっぱり一つのブランドだけで売ってるとね何も分かんないんですよ、比べないから、だから全部の道具をテストして売ってるから、そうか、それでそこからコブラに戻って、この会社はこういうのがある、これはみんなにフィットしたくてね、こういう風にこれが好きだ、これはねやっぱり混んでる、これ混んでないとか、それが分かっていて、そのインフォメーションをまたコブラに入れて、なるほど、そういうふうにやっぱり一つ質問は、あんまり日本はね、まあ、代理店がないからコブラは、まあ、あまりその日本ではアメリカほど流行ってないんですけど、コブラで一言で言うとどういう会社なんですか、変わってるの、そうだな、変わってるの、コブラってね、特にね、ゴルフの世界ってね、みんなね、
私エンジニアとかってデザインしてたとね、いろんな会社からね動くんですよ、うんうん、テレビで言ってワイマンカレーマンでキャラウェイでコブラってる。でも今ねコブラにいる人たちはかなりね、どういう風に違うようにコンセプトで作ろうかってねいつも考えてるんですよ。みんなの動きよりは本当に、ね、自分の独自だよね。 そう、うん、それが大事なんですよ、うん、それともう一つのコブラってねかなりねすごくオープンなんですよ。他の会社はちょっとね違うと思うけどね、やっぱりあこっちはもうナンバーワンだからもう人のことね聞かなくてこれからもベストと思ってるけど、コブラはねすっごくねみんなにね聞いてもらってどうですか、これはどういうことかね、そう意見聞くよね、あの会社の意見を聞いて考えてそれを一生懸命形にしようとしてるような先進的だよね。チャンネル登録お願いします。さらにですね、はい、日本のクラブフィッティングの現状って、彼自体はあんまりその現場に日本の現場にないからわからないけど、うんまあ、こういう感じだよって言って、その日本のフィッティングの世界についてすごく盛り上がったんですけど、うん、ここはちょっと出せなくてですね、大変申し訳ないんですけども、ただそういう中でですね、まあ、面白かった話としては、まあ、カークのフィッティングポリシー、まあ、あくまでもお客様のフィードバックからクラブを作り上げていくっていうあたりと、うんうん、あとそういう中でもアメリカ進んでるんですけど、そういう中でも今最新 のフィッティングの現場では実はこういうことになってますみたいな、結構ここは面白い話だったのでちょっとご覧いただきたいと思います。さすがにアメリカは そこまでひどくないでしょ。一応フィッティングは基本になってて、その人の処方お医者さんが薬渡すみたいにその人に合わせて作るのは基本でしょ。そうですけど、この頃はね、そういう人たちもいるけど、増えてきたのは大きい会社が、うん、フィッティングの大きい会社が出来上がってきた。フィッティングの大きな会社が、そう、あそうなってくると人たちのレベルがすごい落ちてきてるんですよ。そうなるとなんかフィッティングの会社がね増えてきて、大きい会社ができて、それで店とかをねたくさん開けてる。アルゴリズムでクラブを、だからやっぱりそのもう一つはハイレベルのフィッターとかってあんまりいないから、うん、だからそのレベルが落ちてきて、その人たちでデータで、そのデータって言ったらそのソフトウェアでフィット勝負してるんですよ。その人はこれくらいの速さでこういくだからこれが一番いいって言って、それで手に挙げて、それでどういうふうに分けてる人は値段で分けてるんですよ、うん、なるほどなるほど。その商売でこれが一番高い、これは真ん中、これ安い、誰も安い方ね好きなんでしょ普通は真ん中がです。そりゃそうですよね。もうそれはね前からのソフトウェアであって、それでフィットしてる会社がたくさんあるんですよ。だからこっちはね全然違うんですよ。それだって変なのです、それでクラブ選べるわけないじゃん。そう、でもやりやすいから、確かにやりやすいんですよ、やりやすいんです。まあ下手でも、下手のフィッターでもやりやすいんですよ、画面に出てくるからね。そうかそうか。そしてですね、彼はレッスンもしてるわけじゃないですか、でその中で初心者に対してですね、はい、彼はどうやって指導するんだというあたりで、うんうんうん、全くここはですね、そのジェイコブ 3D の考え方と同じような、うん、ベースで彼はレッスンをされているということが分かったので、うんまあ、このあたりも非常に参考になると思いますので、うんちょっと聞いていただければと思います。マイクルジェイコブス仲いいっていうのね、仲いいですよ、まあ、知り合いで彼もしょっちゅう話しますし、やってること分かりますし、彼もやっぱりデータ元にしてるんで、それも完全にマネットはね、もう前からもう一番ナンバーワンはゴルフクラブが何やってるか、うん、どういうふうに動いてるか、うん、ばっかり話してたんですね、その体よりは、うん、最初はギアス使ってたのは体とクラブ、うん、その後はもう体も気にしたのもクラブだけですよ、うん、ね、方向いった、うん、それでスティーブ・ネスビッツのね、うん、勉強と一緒にコラボして、うん、今はもう、でもどういうふうにやっぱし手からクラブにインプットしてどういう動きしてるか、うん、ばっかりです、そうだ、うん、やってるのはMOI、マッチングのクラブとかもね、やっぱり自分のデータで、この人はこういうスイングで数字出て、これくらいの MOI のクラブ作ってくださいとかあります。なるほど。科学が初心者を教えるときに何から教えるの？で日本はね、よくありがちなこれが正しいグリップです、初めて。一番生ままは、話すことは、
このクラブってこういう風にボール当たります、うん、クラブがこういう風に当たるからこういう風に飛びます。だからゴルフクラブの話、どういう風にボールが、どうやってボールが飛ぶか、ゴルフクラブの話、一番最初、うん、ゴルフクラブこういうです。なるほど。ベースがここ、ベースの向きで最初に出だしたらこういう風になりますとか、振ってる方向だったらスピンがかかるとかね、そういう話で、それでそこから一番大切は手、うん、だから一番教えることは僕はね手、だって手がクラブをコントロールしてるから、一番最初はセンターポイントだよね、グリップのハブ、ハブね、ハブハブでしょ、そうハンドパーツのハブのセンターでしょ。それでどういう風にそのものをお箸がこうやってから、どういう風にこのものをコントロールしてて、このヘッドが動いているか、どういう風にこの道具が動いているか、それを教えるだけ。誰でもそうなんです。そうだよね、そう、上手なプレーでも初心者でもそういう風に最初から、ピンポンだったらね、ピンポンはこういう風、うん、からピンポンやったことある、テニスやったことある、ホッケー、何でもスポーツで物を持っててやってる、それを教えて、そうするとその人ってこういう風にこのものをボールに当てるって分かってくると、体ってそれから自然にちゃんと動くようになると思う。そうですよね、それ前見方やね、もう本当その通り。そうだから、もうクラブからですよね、クラブからそのリバースエンジニアってことは、うん、みんな反対なの、こういう風に立つ、こういうこれが姿勢です、こうやって、こうやって、それでハフバックスイングやってください、ベースがこういう風に、それでボール打ちなさいって言ったら当たんないよ、当たんないですよね、だって分かんないのもん、うん、だからこの自分の中で理解できないよね、できない、それよりはこういう風に動いていくしか分かってないよね、それよりはこのものをこういう風に当てるってね、分かってない、うん、そうですね、だから日本は科学の言う逆で、もう最初に立ち方、その握り方、はい、トップはこうです、そうですって教えて、そのクラブのこと一切教えない。よく僕は言うじゃないですか、あのクラブ芯変えるよ、うん、いやそうですね、本当、はい、そのまんま、だってクラブのエネルギーって半端ないもんね、振り出したらね、それをコントロールなんかできないじゃん、できない、できない人間の力じゃ無理だよ、確かに、なんかね、バランスがね、わかる、その、振ってて、いつもなんかボールの方にね、崩れるってバランスいるでしょ、中心たち。それって、あ、じゃあ、フィニッシュをね、ちゃんとキープしなさいって教えてる。じゃなくて、そんなもう完全にものすごいから、そのクラブの動きを変えなきゃね、絶対そんなバランスあってね、そうですよね。持てない。どれくらい喧嘩しても、うぅぅ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 ぅこの動きがすごい大きいから、うん、しょうがないんだよ、これって。人間の力じゃ抑え込めないから。だから、このコースを変えなきゃいけない。うん、そうですよね、そうですね。クラブエネルギーね。やっぱりその科学は、基本的には、やっぱり手だよねって話じゃないですか、うん、基本的に。はい、で基本的にエネルギーが与えた結果がスイングのフォルムだよねっていうところは、うん、あの考え方は全くジェイコブ・スリーと、うん、あの一緒なんですよね、はいはい、その中で、まあ、その科学も、まあ、自身で言ってますけど、はい、リバースエンジニアリングだって言ってるじゃないですか、うんうんうん、いやそれこのような考え方っていうのはあんまり日本にはないんですよね、うん、なのでこれちょっとおそらく参考になると思いますのでシェアさせていただいてますけれども、まあ、これは正しいとか正しくないとか話じゃなくて、でぜひ参考にしていただければと思うんですね。で、あの、まあ、そうは言ってもこういうそのリバースエンジニアリングでグリップエネルギーって話って実はアメリカにおいても最近の話なんですよね。で、あのたまたまあのカークとマイケルが近くて、はい、で割と同じような考え方をするということで、うんうん、僕もあのシェアされてるんですけども、はい、ただそういう中でですね、うん、マイケルとカークの話とか、うんうん、お互いの話の中で、あ、まあ、例えばねタイガーの話とか、はい、まあ、その話もちょっと出てくるので、うんうん、まあ、そこもちょっとあのシェアできるので、うんうん、ちょっと見ていただければと思います。でもスイングの話の時は何が一番大切って言ったら、うん、何だと思う？手だ。だけ。言ってますね。英語で言ったらね。だって、How important are the hands of the golf shoe? ね。タイガーの時代は、My hands are my golf shoe. ヘッドボールシーン。素晴らしい。それはいい話だ。手がボールシーン。何でもやりたいことは手で。クラブを何でもやる、うんうん、グリップエネルギー、体関係ない、体の動き関係ない、全部手の動き、ここで伝達してるから、エネルギーの伝達はここしかない、そうグリップしかないんですよね。
ということですね。カーコグリってすごそうでしょ。すごそう。でもね、全然知られてないんですよね。あんな日本語ベラベラ喋るくせに日本では全然知られてないんです、はい、でもただ来日も結構してるし、うん、まあ、こういう世界もあるっていうことですよね、はい。ただ先ほども言いましたけど、はい、こういうそのリバースの考え方っていうのは、うん、アメリカにおいてもまだ新しい話なんですね、うんうん、なのでそのあたり言い悪いって話じゃないんですけど、うん、まあ、参考にしていただきたいと思います、はい。またカークのですね、この食事の時の動画って、うんうん、いろんなことを言ってるんですけど、うん、なかなか YouTube ではですね出せない話もいっぱいあってですね、ただギリ YouTube じゃないクローズの領域だったら少しご紹介できるかなっていうところもあるんで、ここはですねちょっとタスクゴルフ の、はい、公式 LINE の方で動画をアップできたらと思ってますので、ぜひ皆さん、ご登録の方いただければと思います。よろしくお願いします。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。今回もタスクゴルフをご視聴していただきありがとうございます。登録といいねお願いします。よろしくお願いします。ゴルバ24新橋店は JR 新橋駅北口から徒歩1分、24時間営業の会員制で、個室利用としては破格の金額で利用できる上、別途レッスンを受けることのできるスクールも開催しています。個室は広々としては完全プライベート空間、高性能シミュレーターサイエンスアイを利用した本格的な自主練習が可能です。高速度赤外線カメラセンサーではインパクトの瞬間を1秒に1000枚撮影し、目視できないインパクトの瞬間を解析できます。スイングを2箇所から撮影したデータも確認できるため、客観的なスイング改善につなげることができます。新橋店の個室はそれぞれオレンジ、グレー、ピンク、ネイビーに彩られています。ゴルバ24では無料体験レッスンを受けることができます。ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。